はい、皆さんこんにちは。元気なおじです。さあ、今回はね、TRN 最強ね、何が最強なの？バランスプラグね、2種類。これもう標準装備だね、TRN ね。これね、去年からポチポチつけ始めたなと思ったんだけど、すごいことになってるね、今ね。このね、この TRN のこれコンクね、3950円に、ね、まあ、ケーブルにこれがくっついてきて、まあ、去年もね紹介したやつがこうついてたんだけども、いやすごいよねって言ってたんだけどね。でこんな安い値段でついてくる。普通高いものだったらついてても、ああ、まあこれぐらいはねついてくんないとねっていうものはあると思うんだけども、いやすごい安いものにもボンボンつけてきた、ね、これはねすごいなっていうね。このケーブルでこれがね 3.5mm 通常使ってるねイヤホンジャックで、これが 4.4mm と 2.5mm、 これがねバランスケーブルというものですね。通常のものはねこう123極で、 4.4mm は12345極ね。この黒いこの溝はまあ、絶縁体というか分けてる場所なんでね、この金属のこの部分が電気信号が通る部分なんでね。で、この 2.5mm は1極少ない4極となってますね。4極5極3極なんだね。でこの TRN 直営店の全部今からね見ていきます。全部 100%。 そうすると一番上からね、コンクもついてる。でこれはイヤーピースで TRN の TN ってやつね、リケーブルのセット。このリケーブルのセットだけでもこれ2580円する。これね、これリケーブルセット、まあ、イヤホンはこれとりあえず1個で、この下がまたリケーブルで、TA1 ね、これはついてないね。で、まあ、前からリアスがついてないってことかな。で T2 Pro がこれがリケーブルだね。これね MMCX のケーブル、これはね。そして、イヤホンの方に来ると EMX ね、おじも確かこれ紹介したね。これについている、ね、4450円で、これはついてないね。これね、2250円で TA3 はついているね。そして ST1 Pro はついていないね。2000円台はさすがについていないね。で TA4 は1650円でついているね。そしてこれなんて読むのこれ、なんちゃらって、あ、これゲームだ、これね。そうおじい紹介してるじゃんね、ゲームね。ゲームを紹介したね。これ3850円なのでゲームはついてないのかな。これはね 3.5mm だよね、うん、あれゲーム もうちょっとお値段したかったかな去年ね。なんかうんっつって、なんかどうだったかな。ゲームだったら VR の方なんだっけVX の方があって言ってたような気がする、なんとなくね。で、1580円の MT1 があって VX プロね。 VX プロも値段こなれてきたね、9650円になってるんだね。で T3 プロがこれがケーブルだね、これがね。はい、そして なんちゃらドラゴンっていうのはね29850円。こんなのは使ってるんだね。これも当然ついている、ね、でキリン 17,450 円もこれも当然ついている、ね。はい、そして2ページ目に行くと BAX ね 38,950 円、ね、これもついている。そして VX プロはついていない。そして BA16 コモニタイヤホン 34,350 円がついているね。はい、でマーズっていうのはついていないのかな、これはね。で BAX プロっていうのは 59,350 円、ね、ついてる。もう何が違うのか分かんないね。2000円ぐらいのやつで、これと同じ形で同じようなもの、おじも前結構紹介したことがあるけど、ないパッと見た感じ、何が違うのか分かんないで、2000円も6万円も分かんないんだけど、この30倍の差がね。はい、まあそんなわけでね、TRN はもう新しく出てるイヤホンはほとんどみんなバランスをつけてやってきている。すごいよね。でバランスを知らない方ね、ググればねいっぱい出てきます。これね、このよいしょね、なのでちょっとこうバランスを勉強しましょうね。バランス接続とはプレイヤー、アンプとイヤホン、ヘッドホンを接続する方法の一つで、左右の音の信号を独立させて接続するというものです。一般的なステレオミニプラグを使用する接続方法はアンバランス接続と呼ばれ、左右の信号を共有するため、音の定位や精細な表現においてはバランス接続の方が有利となります。でおじいも何年前だろうね、本当に一番最初はちょっと前に紹介したリトルベアのね真空管の入ったヘッドホンアンプでちっちゃい穴があって、何これ刺さんないんだけどつってね、それはバランスだよつって、バランスつってねトンネルズみたいでバランスってタララララララバーとかつってねやりたくなっちゃうようなね、バランスつってね。でだからバランスで接続したい、バランスで接続したいっつってね。でまあバランス 3.5 ミリから 2.5 ミリに変換はあるんだけども、バランスに対応したケーブルでないと、イヤホンも対応じゃないってあると思うけど、一応プラスマイナスの信号は独立してるじゃん、こっちとこっちとね。だからその独立したケーブル、バランスに対応したケーブルね、でバランスに対応したアンプね、そういったもんじゃないとこのちゃんとしたバランスにならないっていうね、ちゃんと右と左の電気信号をちゃんと完全分離することによって、音が明確になるっていうやつで、おじいも最初に聞いた時、あーって、別に 3.5 ミリで今聞いてる音は別にいい音なんだけど、別にいい音じゃんってで、バランスいくと、あー確かに分かれたって感じでね。本当に分かりやすく言うと 3.5mm のアンバランスで聞いてる音ってパピコ状態で聞いてるんだよ。ここになんかこう白毛目のとこくっついてんだよ。でバランスいくとこのパピコがパンって、あ確かに分離したねっていうね、そんな感じで、なんかここの接続部分がなんかもやもやしてたものがなんかパンってこうなったような、あー違うね、しっかり独立したっていうね、そんな感じがしましたね。アンプのバランス接続とは今度はね、バランス接続とはヘッドホンと音楽プレイヤーを接続する方法の一つで、基本的には左右のプラスマイナスをそれぞれ独立させた4本の信号線で接続するもの、ね、一般的なヘッドホン端子の接続アンバランスは左右それぞれのプラスと、ね、右のプラス左のプラスと左右まとめて1本のマイナスグランド黒い線、ね、の合計3本で転送している。だから、これがね1曲2曲3曲ってなってるのは右用のプラスで左用のプラスと、あとはグランド、ねということになってるんです。だからこれは右のプラス右のマイナス左のプラス左のマイナスおまけね、威嚇用のもう1曲おまけね。で、2.5 ミリは右のプラス右のマイナス左のプラス左のマイナスってね、それからねちゃんと曲数が分かれてるということなんです、実はね。分かりやすいね、本当。バランス変則とは、左チャンネルと右チャンネルのグランド部分が分離されていて、クロストークが少ない。クロストークって何っていうと、右と左のやつがこう一緒になってると、右用の音と左用の音がこうちょっとこう漏れて、こっちの方にもこうなんかこう重なっちゃってみたいなね、そういうやつっぽいなんかね。で、左右の音がきちんとセパレートする。電位が安定するため音の安定性が向上する。スルーレートが向上するため音のタイミングの正確性が上昇する。もう何のこっちゃ。バランス変則は必要ですか？バランス変則とはプレイヤー、アンプとイヤホン、ヘッドホンを接続する方法の一つで、左右の音の信号を独立させて接続するというものです。一般的なステレオミニプラグを使用する接続方法はアンバランス接続と呼ばれ、左右の信号を共有するため音の定義や精細な表現においてはバランス接続の方が有利となります。さあ、じゃあバランス接続とアンバランス接続は何が違うの？アンバランス接続とバランス接続の大きな違いは電気信号の取り道。アンバランス接続はL 側と R 側の信号を分けて送り出した信号が戻る過程では同じ道を通って帰ってきます。一方、バランス接続は左右が独立したチャンネルにそれぞれ音声信号が別々に流れる仕組み。 L 側と R 側の信号が混ざらないのがポイントです。アンバランスは混ざりやすい、これおまけ。アンプのエイジング時間はどれぐらいですかね。最近 P1 買ったよとかね、 SD-01 Pro 買ったよとかいろんな方がいらっしゃると思います。オーディオ機器はプレイヤーからスピーカーに至るまで、コード1本まで、エイジング、鳴らしが必要となります。時間にしますと機器の種類にもよりますが、200時間から600時間程度、24時間音楽を鳴らしっぱなしで1週間強から、1ヶ月弱です。この間オーディオ機器は音質を変化させながら落ち着いていきますね。なのでね、おじいも最初ね、コード1本からって、コードもエイジング必要なの、ケーブルも全部です、鳴らしが必要なんです、それを聞いた時おじいもびっくりしたよ。なんでどこがどうなじむのつって、でもなじむらしい、物質的にね。はい、そんなわけで、このね TRN のイヤホンは最強だね、本当。この 3.5 ミリ1個だけあればいいのに、2.5 ミリと 4.4 ミリのバランス接続のプラグ、変換できるやつをつけてきた、ほとんどの方はそのバランス接続の存在すら知らない方も多いと思うし、なんだこれいらないやっぽいって方もね、結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。でも取っとくと将来的に役に立つこともあるかもしれない、じゃあこれをさせるのって、おじいの場合は、この 4.4 ミリっていうとヘッドホン、ソニーの 1A Mark II ってやつなんだけど2種類ついていて、3.5 ミリの接続ができるのと、あと 4.4 ミリでもね接続ができて2本ついてます、でにSMSL のアンプで 4.4 ミリのバランスで音が聞けるのを1個持ってて、あとはノブサウンドさんとあそこegajpさんの、ヘッドホンアンプが 2.5 ミリに対応してるんだけど、両方とも今売ってないんだよ。本当ね。売ってないんだよ。で、そこで、おじいが調べた。一体どんなものが、あるのかね。で、こういうものがバランス接続で高いね、ほんと7万円とかね、ほんと鉄くず屋さんに行ったらね、キロ10円ぐらいの 鉄くず、アルミくず、たったこんだけでね、73,460円、ね、すごいね、ほんとね。でもこういうの見ると 4.4 ミリ、3.5 ミリね。これがね、2019年だから何年だからまだちょっと前に一応標準の規格というかそういうルールがね決まったんだよ。メーカーによってみんなバラバラなんで本当。なので、こんな丸いね4本端子の接続するバランスもあればね。通常の 4.4 ミリだとポータブルだと不便だってことでね、2.5 ミリのちっちゃいのができたみたいで、バラバラなんでとりあえず統一しましょうということで、アンバランス 3.5 ミリとバランス 4.4 ミリね、この2つね、そこら辺に統一しましょうよっていうね、なんかそういうのができたらしいけど、まだまだ浸透していないというかね。だからこれからのアンプっていうのは3.5 ミリと 4.4 ミリのバランスとね、アンバランス両方ついたものがこれからは、まあ、標準というか増えてくるよっていうことで、ああそうなんだと思ってね。なので SMSL とかそこら辺のやつはそういうのがね出てるんだけど、まだまだ一般的にはそのバランスだと中の構造もねちゃんと分けなきゃなんないので。なかなかこう出てこないっていうのが現状なんです。でただこの TRN はすごいなと思ったのは、まあ、そういう、まあ、ルールみたいのができてね、もうちょっと何年か経ってるし、まあ、うちのイヤホンは、ね、安いものでも買ってくれればお手持ちのね、まあ、これから標準仕様になってくるような、ね、こうやって両方させるようなアンプを持ってる方は、ね、バランスでも聞けるんだよってね、バランスアンバランスがねこうやってくっついてくる時代に、ね、いやーアンバランスしかなくてバランスのイヤホンが欲しいとかね、そう考えた時に困らないように TRN がもう標準仕様にしてきてるんだと思うんだよ、ね、これはねすごいことだなと思って TRN すごいと思った、ね、ただねこのシャンディって高いね、これ13万円だってね、ほんと。ただね日本人だとだいたい音ね、音あれウォークマンどっか行っちゃったけど、ウォークマンね、ウォークマンどこ行った、ね、ウォークマンどっか行っちゃった、ね、だいたいね日本人って3万円ね。まあ今プレスでも何でも5万6万7万でね10万でも平気で出しちゃう時代だけども、大体ね3万円ぐらい、昔から昔のウォークマンも確かねそれぐらいだったような気がするんだよ。確か昔のウォークマンって3万2、3千円ぐらいだったような気がするけどな、違ったかな。まあ今はね種類があると思うんだけど、そうすると大体ねニッキュッパとか今消費税なんてねバカみたいなものを口だからねあれだけども、大体ざっくりね3万円ぐらいはみんな出すんだよね。本当に3万円ぐらいのものはいろんな娯楽とかなんだかんだ、ね、だからもう3万円超えちゃうとちょっと厳しい。13万とかってこれ13万っていうね、13万ってパソコン買えちゃうんだよね、本当ね。13万あったらそこそこのドスパラでパソコン買ってダックできるよね、本当ね。13万円のと、でも138,600円で星が2個。これもちょっと悲しい現実だよね。これも35,980円で星が 3.5 だから、ちょっと悲しい現実があるよね。やっぱこれ高いもんだったらバーって欲しいものになっててほしいと思うんだけどね、本当。こういうなんかこうね2つバランスとアンバランスの収穫あるもので、これは8,980円だね、これね、うん。で SMSL が61000とね、おじい持ってるのこれじゃないかな。 AO300 ぐらいじゃなかったかな、違ったかな。こんなような似たような名前だと思ったけど、確かここら辺のやつ持ってるような気がしたけど、違うかもしれないけど、そうかもしれないね。10% オフでも3万円ちょっと超えてるんだね。まあ、でもちょうどいいとこ、もう時代から言うとね、まあ SMSL ってちょうどいいとこついてきてると思うよ、ね、音もいいし、まあ、7万円ぐらいになってくるとね、結構なかなかちょっとお手が出しにくいけども、ね、これなんだろうね、これね、うん、ね、すごいね。これはこれもヘッドホンアップなんだね。52,470 円で星2、悲しくなっちゃうね、ちょっとね。だやっぱ SMSL やっぱね、いいよね。62,000 円で星が4、37の評価だから、やっぱりね、SMSL 結構いいんだよ。売れてるし。ね、さっきの SMSL は、AO300 も、ほら、評価が90で星 4.5 だから、おじいもこれいいなーってね。SMSL は結構いいよね。46で星 4.5 とか結構いいよ。おじいが持ってるやつも39,999円の 10% オフだけど33の評価で星 4.5 だもんね。だからね、 SMSL 結構ねいいんだよ、うんね、まあこういうでもなんかこういうちっちゃいのでね、なんかチップセットが入ってて、そこでそんなに音変わるのっていう。でこれでそんなに音が変わるんだったら、ああいう通常のデーンっていうオーディオって何が中身入ってんのっていうね。中身アンプって今こういうね、アンプってああやってダーンってかっこつけてるけど、中身ってほんと回路なんてほんのちょっとなんだよ、ね、ただ無駄にちょっとあれするのと、あと重さはね、鉄の塊、板をペンってつけて重たくしてるだけでね、ほんと。あと空洞なんだよ、はったり、大きさはね、うん、だからほんとね、こんなもんなんだよね、こんなもんなんだよアンプって、ね、でも基本的にあれだね、パワーがあるやつは磁石に買ってでっかくなるほど大きくなるんで、視力がね、その分だけ視力が大きいとその分ちょっと大きいのがつくけどね、うん、まあこういったものがね、これが9万円1万円ね、いろんなものがあるけど、でもおじいの経験からね、こういうのってすっごい安いのってあるじゃん。すっごい安いのって何も変わらないどころか、つけたら逆に音が悪くなるっていうものも結構評価見てきてる。でただ音が増幅するだけで音質は変わらないとか、そういったものがね結構混じってるんだよ、気をつけないとね。テアク、118,539 円、ね、テアク。だテアクって言うともう昔からね、あるけども、テアクってね、テアクってなんか安いっていうイメージがあったけどな、ほんと。ね、CD とか DVD とか、デッキとかね、カセットね、VHS とかね、テアクって安いっていうイメージがあったけど、結構こういうのを出してるんだね。ヘッドホンアンプね。でもこの入れ物中身見たらくるくるしか入ってなかったりしてねね、でもすごいね、118,539 円で12人の評価で星が 4.5 だからやっぱそれなりに満足するもんなんだろうね、きっとね。すごいね、 6.35 ミリと 4.4 ミリがついてんだね、これね、うん、こういうのが結構、ここら辺が結構あれだね、目につくっていうか、ちょうどウォークマンみたいな形してて、値段も13,990円だから、まあなんか手がでしょうみたいなね。こっちは22で星が 4.5、 この色は5個で 3.5、 こっちは22で 4.5 だからそんなに悪くないってことかな、ね。まあ、ここら辺ね、今ここのところもちょっとね面白いね、ちょっと今目をつけてるんだけどね。あれがないな、昨日、あ、そうか、これあれで調べたからか、4.4 ミリで検索の仕方が悪いか、これねダックって書いたからかね、保守容量もちょっと安いのであったんだけどね、ヒットしたんだけどね。まあ、こういったものを購入しないと使えないっていう、ね、だせっかく 4.4 ミリとか 2.5 ミリがあるんだけども、 2.5 ミリはまあどっちかというとポータブルのちっちゃいのについてるっていうイメージがあるけど、でも今だいたい 4.4 ミリの方になってきてるのかな、ちゃんとね。そういうことでこれからね近い将来どんどん増えていくよ。で4.4 ミリがどんどん普及してくるだろうし、で使う人もどんどん増えてくると思うし、で TRN みたいにこんなに安いものからこういう装備をつけてくれることによって、あ、そういえばこの間買ったやつバランスついてるよな、あ、これに付け替えれば、あ、このアンプで聴けるんだみたいな、だそういうアンプがこれもっと増えてきて、気軽にだからみんな試せるっていう。だこれ逆パターンだとアンプをなかなか買う機会がないし、でアンプを買って 4.4 ミリとか 2.5 ミリがあっても、わざわざそれのためにじゃあそれ用のイヤホンヘッドホン買おうかなっていう気になるかっていうとあんまならないと思うんだよ、だいたいね。アンバランスの方を使ってるだけで、まあいつか使う機会があればみたいなね、そういうもんだと思うけど、こっち側から攻めていくと意外と安いからみんな音もいいしってすごくいっぱい売れてるわけで、だからこの日本国内だけでもこのバランス TRN を持ってる人がものすごいいっぱいいるわけだから、それを考えるとちょっと未来明るいと思いませんか。バランス接続、ね、今までは本当にこうマニアックなオタクの一部の人だけがいやーってこう楽しむのがバランスだったんだよ。バランスなんてね、だからバランス接続っていうその存在すら全然広がってないっていうね、そういう世界、ふーんみたいな感じでバランスふーんでもうどっか飛んできちゃってね、ここにとどまんないから大体、ね、それがねこういう TRN の活躍のおかげでこの音響業界がすごい底上げされると思う、ぐわっと、ね、そうすると本当に近い将来みんな TRN の安いイヤホンから、あ、じゃあせっかくだからちょっとアンプ買ってみようかなってね、このバランス接続本当だ、しっかり独立してるっていうね、この違いが分かる人がどれぐらいいるかだね、結局ね。うん、そうなんだよ、ね、でもバランスで2つくっついてる場合バランスで聞いちゃうとアンバランスに戻るのが嫌になっちゃう。でアンバランスで最初聞いてると、あ、バランス、うん、バランス、まあ曲だったら、うん、まあ聞いてみたいけどね、でも今いい音だしでここで止まることができるんだよ。でもバランスを聞いちゃったら、あー、戻したくねーって感じになっちゃうんだよ、ね、そんな感じがするね。でもその音の違いってまたね、ノブサウンド P1 を買って、うわー、いい音全然違うじゃんっていうね、そこまでの大きな変化が感じられるかっていうと、ちっちゃいかな。 P1 通して聞いた音の衝撃に比べたらちっちゃいかもしれないもしかしたらね、そんな感じで、そう考えるとバランスのためにそのバランスついてるアンプを買うと結構お値段がね1万円とか高いのは70万とかするけども、結構平均的に見ると結構いいお値段するでしょ。それを考えるとノブサウンド P1 って1万1800円でおーってすごいびっくりすることができるわけだから、コスパがいいってことなんだよ、ね、はい。そんなわけで、TRN をね、たまたまちょっとラインナップ見てたら、すげえみんな、今みんなこれつけてんじゃんって、いつの間にって、いつの間にかそうなっていたんで、TRN がこれをやってくるってことは、じゃあ他のブランドも、じゃあ真似してくるんじゃないのと思って、ちょっとまたおじも調べてみるけど、もう中華イヤホンっていうか、もうみんなこのタイプになってくれたら嬉しいよね。ほんと、そう思いませんか皆さんね。で、使わないバランスのね、これがね、でも、これ専用ピンじゃないと、ここがミソだよね、結局。こっから付け替える、カパってやるのだったら、いくらでもメルカリで売れるかもしれないけど、この元のケーブル持ってないと付け替えができないっていうのがミソなんです。商売うまいね、これね。はい、そんなわけで今回はバランスのお話でした。バランスを知らなかった方、興味がなかった方がね、バランス接続ってあるんだ、どんな音するんだろうってね、興味を持つ人が一人でも増えてくれたら嬉しいなと思います。ね、でも、バランスの方に行くのはもう、先の話だよ。ね、最初はそこそこ聴けるイヤホンを手にしたら、P1 買って、あーって、ここだね、最初はね、P1。ね、まずは良い音への入り口は P1 から、そっからもうちょっと冒険したいなっていう方がこのバランスに行ってみる、ね、もんじゃないかなと思いました。はい、今回はここまでです。皆さんの考えているバランスってどんなイメージですか？コメントでお寄せください。じゃあね、バイバイ。